整装置ができてきましたのでセットをしていきます。まず先生にチェックをしてもらいますので待っていてください。はい、取れるよ。誰か食べる時と飲み物飲む時は出しておいてブクブクしてまた入れておく。はい、上向いて。どんな感じかな。変な感じだね。でね、おしゃべりはね、今日と明日と一生懸命おしゃべりして入れたものね、また明後日になってちゃんと食べれるようになる。だから出したり入れたりを練習するんだけど、切れ目とこの真ん中と合わせて、で右と左手1、2の3で入れる。取るときは、ポトポト、こうやって右と左と、1、2の3で入れる。ね。こうに傾けたりしてはいかん。上も一緒。ね。1、2の3、1、2の3。指でかすとかですね。お口の中入れとくか、出しとるときはこのケースに入れとくか、どっちか。ね。これ途中に置いてって帰る。置いておくとね、誰かがね、持ってたりね、猫とか犬がさ、あ、これ美味しいもんだなと思ってパクッと食いついて持ってちゃうかもしれない。な？ここに持っていか、ここに持っていか。こうやって持つ。で、ここは触っていいかと。ここ触っていいの、ここだけ。こうに持つとね、ギューってやるとね、バチンとこうやって折れるの。だから、必ず、両方でも、こう、好きはこういう。片っぽでも好きはこういう。で、ここは持っていく。針金が長いでしょ。こっちよりもね、曲がりやすい。曲がっちゃうとさ、歯茎に当たっちゃったりさ、唇に当たったりして痛くなることがあるな。はい、で今から練習です。装置を入れてみましょう。じゃあ下から入れていきましょうか。入れ方ね、こことここのワイヤーがこことここの歯に引っかかるように入れます。こっちの前のワイヤーは歯の外側、あ、ここに出るように入れるので、見える、うん、見える、ここに入れるので、じゃあ最初ちょっと入れてみるよ。よし、ごめんね、入れるね。よいしょ、こういう感じで入る。外すときは奥のワイヤーに爪を引っ掛けてクッて外す。入れるときに注意してほしいのが、このピンクのところをギュッギュッって押してください。そうするとカチッっていうので、しっかりはまった証拠になります。じゃあ入れてみる。ピンクのところを前後ろ前後ろってギュッギュッって押してください。うん、カチッって言ったね。これではまりました。じゃあ次は上です。同じ感じで入れてもらいます。ここを奥から2番目の歯に合わせて入れます。こういう向きだから、そうやって入れて、歯に合ってる。うん、オッケー。じゃあちょっとはまったか確認するね。うん、オッケーだね。1週間ぐらいはお父さんやお母さんが、お子さんがはめてもらったら、ギュッギュッって押して、ガタつきがないか確認してあげてください。じゃあ取ってみようか。取るときは後ろのワイヤーを触ります。そこ爪引っ掛けてクッて上に上げる。そう、うん、取っていいよ、そのまま。うん、OK。 上も取ってみようか。そこじゃないね、もっと奥だよ、もっと奥。うん、そうそこだね。うん、はい、うん、これで取り外しができます。
強制ですね。触っていいとことダメなところがあります。触っていいところはまずここですね。奥のワイヤー2つ、ここは外すときに触っても OK です。ただ気をつけてほしいのが前のワイヤーです。ここは先生が調整する部分になるので触らないでください。取るときにこことかで切って取ると折れたりする、壊れたりするので必ず奥のワイヤーを触ること。あとはピンクのところ、ここは入れてるときにギュッギュッと押さえる場所なので触っても OK です。入れるときに注意してほしいのが、先ほどのように必ず両手で入れること、片方ずつ入れないこと、噛んで入れないこと。噛んで入れてしまうとここのワイヤー折れます。ここのワイヤーは安定させて入れるために必ず必要なところなので壊さないようにしてほしいかなと思います。外すときに気をつけてほしいこと、両手で外す時に必ず両手で外してください。片手で外すとここが折れます。あとは下の矯正にありがちなんですけど、ベロで浮かして外さないこと。ベロで浮かして外すとこの真ん中から折れることがあります。壊れます。これもなので気をつけてください。その他の取り扱いは裏の冊子を渡すので、こちらにほとんど書いてあります。先ほどお話しした取り外しの話もここに書いてあるので、お家でしっかり確認してやってください。お願いします。